プロデュース101や&オーディションザ・ハウリングを生んだ制作人が手掛けるグローバルボーイズグループデビュープロジェクト負けまて1第4話に、エンハイプンのジョンウォン、ニキ、ヒスン、アイズワン出身のコンウンビが登場する。アンドオーディションザ・ハウリングを生んだ制作人が手掛けるグローバルボーイズグループデビュープロジェクト負けまて1第4話に、エンハイプンのジョンウォン、ニキ、ヒスン、アイズワン出身のコンウンビが登場する。アベマにて日韓同時国内独占無料放送中の負けまて1は、夢の舞台を作るため、メイク、友達、メイトと一つ、ワンになる時間という意味が込められたグローバルボーイズグループデビュープロジェクト。様々な国から参加した35名の少年たちがアイドルの夢を目指して成長していく過程を描く。数あるオーディション番組とは違い、参加者たちは事務所に所属している練習生たちではなく、事務所に所属していない普通の少年たち。まだ明らかになっていない彼らの限りない可能性とそれぞれの個性が、デビューという一つの夢の中で重なり合い、どのように開花していくのかが見どころとなっている。6月5日今夜放送の第4話では、番組開始後初の脱落者が発生する1ラウンドの1アーティストにステージミッションがスタート。参加者たちの成長を見届けつつ、良き案内役を務めるシーメイと、審査委員としてママムのボーカルソーラーが初登場。1ラウンドのステージの前日、ステージ上で本番さながらにリハーサルを行う参加者たちに、地域の喉自慢みたい、プロらしくない行動ですと厳しい指摘を行い、さらにステージ上に上がり、夢中になって怖がらないでとアドバイス。参加者たちは本番では最高のパフォーマンスを披露することができるのか期待される。さらにスペシャルシーメイトとして、韓国の7人組男性アイドルグループエンハイプンからジャングワン、ジョンウォン、ヒーセング、ヒスン、NIKI、ニキ、そしてアイズワン出身のクワンユンビ、コンウンビが登場。憧れの先輩たちのサプライズ登場に、参加者たちは驚きを隠せない。緊張も高まる中、新たな魅力を爆発させるものもおり、 NIKI が思わず、一番目に入ってきた他のジャンルも見てみたい、コンウンビが圧倒的ですねとコメントしたメンバーは誰なのか注目してほしい。ファーストステージのトップ10、1位チョミンジェ、2位チョンヒョンジュン、3位ビンファン、4位チェハンギョル、5位07キムスンホ、6位ユンジェヨン、7位チャンヒョンジュン、8位リン、9位ソユンドク、10位のギヒョン。参加者紹介動画負けまて1は、毎週水曜日22時10分よりアベマスペシャル2チャンネル K ワールドチャンネルにて日韓同時無料放送。 NIKI、 ニキ、そしてアイズワン出身のクワンユンビ、コンウンビが登場。憧れの先輩たちのサプライズ登場に、参加者たちは驚きを隠せない。緊張も高まる中、新たな魅力を爆発させるものもおり、 NIKI が思わず、一番目に入ってきた他のジャンルも見てみたい、コンウンビが圧倒的ですねとコメントしたメンバーは誰なのか注目してほしい。ファーストステージのトップ10、1位チョミンジェ、2位チョンヒョンジュン、3位ビンファン、4位チェハンギョル、5位07キムスンホ、6位ユンジェヨン、7位チャンヒョンジュン、8位リン、9位ソユンドク、10位のギヒョン。参加者紹介動画負けまて1は、毎週水曜日22時10分よりアベマスペシャル2チャンネル K ワールドチャンネルにて日韓同時無料放送。